学長じゃない方の寮です。今日もお金と時間を発掘していきましょう。今日のテーマは講師を両立するダイバーシティ戦略という内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。ダイバーシティという言葉は一般化されましたが、多様性という意味ですよね。もちろんまだ十分ではありませんが、このダイバーシティの考えの普及によって、性別、人種、宗教、価値観、性別や障害やライフサイクルなど、こういった観点の様々な違いを認め合う風潮がどんどん広がっていますよね。そんなダイバーシティを投資にも転用させるダイバーシティ戦略について解説していきます。多様性が当たり前の時代には、投資戦略にも多様性は欠かせないので、長期的に持続的にうまく投資をしていきたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。資産で考えるダイバーシティ、多様性を持たせる資産の選択肢、具体的なダイバーシティ戦略の実行方法、この3つでやっていきます。まず資産で考えるダイバーシティですが、そもそもなぜ投資に多様性が必要なのか、ここを考える上でいつも大事だなと思うのが、進化論で有名なダーウィンの種の起源です。ぜひ読んだことがない人は読んでほしいのですが、ものすごく簡単に言ってしまうと、多様性があればあるほどうまく生き残る可能性が高いということです。細かい論理展開や詳細については本書を読んでみてほしいのですが、生物が進化したのではなく、多様性があることによって外部環境の変化に対応できる種と対応できない種が生まれて、自然淘汰が起こり、環境変化に対応できた種だけが生き残る。これを繰り返していって今に至っているという考え方なんですね。ものすごくざっくり言っているので、よくわかっている方からすれば、いやちょっと違うけどなとツッコミが入りそうですが、そこはご容赦ください。つまりものすごいざっくり何を伝えたかったのかというと、多様性、ダイバーシティはないと生き残れないという自然の摂理のようなものなんだということなんです。最近は企業の CM や IR 資料などでも SDGs や ESG、 サステナブルなど持続可能性という切り口のキーワードをよく聞きますが、この長期的な持続可能性を実現するためには、地球環境という概念だけではなくて、今回のテーマである多様性、ダイバーシティも欠かせない要素であることは、自然の摂理という原理原則からも明らかなわけです。つまり会社という種が存続していくためには、この多様性がなければ、これから先の外部環境の変化に対応できずに滅びてしまうという残酷な現実でもあるわけです。いやまあ古い体質の企業が自然淘汰されて潰れても、新しい企業が生まれてくるはずだから問題ないよねと考える人もいるかもしれません。確かにその通りであることは間違いないのですが、とは言っても大きな会社がなくなってしまうのは、組織が大きい分経済的なダメージも大きくなるので、潰れでなくなってしまうより存続してくれた方がいいに決まっていますよね。ただもちろんゾンビのまま生きながらえるのではなくて、自然淘汰に負けない外部環境に強い健康な状態であり続けるのは必要ですけどね。ですので大企業にはより健康的で成長し続けるためにも、多様性を持ってもらうことは待ったなしという状況になってきているということですね。ということで、ダイバーシティの必要性を感じてもらうために、前置きが長くなりましたが、この種の存続のために多様性が必要だという自然の原理原則が投資の考え方にも当てはまるというわけです。お金、資産という種を存続させるためにも、多様性、ダイバーシティが欠かせないということです。実際にすでに実践している人も多いと思います。例えば投資のセオリーになっている長期分散積立、これは投資対象を分散させることで、投資対象に多様
動性を持たせているということでもありますよね。どの企業が生き残ってどの企業がいなくなってしまうのかは先のことは全く読めないので、分散をして多様性を持たせておいて自分のお金の生存確率を上げておこうということになるわけですね。ですので個別株よりインデックス、日本株だけじゃなくて世界株、この流れも多様性を持たせるという観点で間違っていないということになるわけですね。そして大事になるのが資産の種類の多様性です。世界株に分散投資をしていたとしても株という一つの資産に投資をしており、資産種類で言えばそこに多様性はありませんよね。つまり自分のお金という種の生存確率を高めたければ投資種類にも多様性、ダイバーシティを持たせる必要があるということなんですね。では次にその多様性を持たせる資産の選択肢ですが、早速結論です。多様性を持たせる主な資産の選択肢は、一つが現預金、二つ目が株式、三つ目が債券、四つ目が貴金属、五つ目が不動産、六つ目がオプション、七つ目が事業投資、八つ目がアンティークコイン、九つ目は骨董品、最後十個目は暗号資産です。まず一つ目の現預金ですが、円という自国通貨もあれば外貨も含んでたくさんありますね。リスクの少ない資産の一つであり、緊急の有事に備えるため、またチャンスの時に機動的に投資をするためにもこの現預金は欠かせません。まさに変化が起こった時に対応してくれる多様性には欠かせない存在の一つですね。二つ目は株式です。これは多くの人が投資をしている王道ですね。ただ株式といっても上場株式もあれば未上場株式もあります。また上場株式の中でも安定株、成長株、また上場して間もないような新興株や国や地域や業種、業界など様々なカテゴリーがありますので、カテゴリー別に多様性を持たせておくことも重要です。そして3つ目は債券です。国債、地方債、社債などなどいろいろありますが、各発行体にお金を貸す行為ですね。今現在は低金利の環境が続いているので高いリターンは見込めませんが、発行体が借金を返せなくなるリスクを除けば元本と利息が確約されているので、キャッシュフローが読みやすい投資対象であり、株式に比べても安定している資産になります。4つ目は貴金属です。これはゴールドやシルバーやプラチナやパラジウムなど、このあたりの貴金属は実物資産としても保有することができますし、 ETF で保有することもできますので比較的簡単に投資対象に組み入れることが可能です。ただこの貴金属はそのもの自体がお金を生み出してくれるわけではないので、キャッシュフローを生み出してくれる資産ではないのですが、需給の関係上供給量に制限がある実物資産なので、価格が値崩れしにくく資産を守りやすい選択肢の一つにはなります。ちなみに過去の動画でゴールド投資について詳細を解説しているので、気になる方は概要欄を覗いてみてください。そして5つ目は不動産です。不動産も金融投資とは異なる実物資産です。限りある土地と形ある建物になりますし、目利きを誤らなければ安定的な資産性を狙うことができます。さらに不動産は住環境としての役割があるので、第三者に提供をすることでキャッシュフローを得ることができます。また実物資産としての不動産を保有しなくても、リートという不動産投資信託に投資をすることで間接的に不動産に投資をすることも可能です。ですので金融資産というカテゴリーとは違う資産を持つことで多様性に幅を持たせることができる選択肢の一つにはなりますね。そして6つ目はオプションです。このオプション取引は馴染みがない人の方がほとんどだと思いますが、このオプションとはあらゆる資産の売り買いの権利や義務をやり取りする取引を総称してオプション取引と言います。ですのでこの権利や義務のやり取りなので、通常の金融資産とは異なるやり取りを行うことになります。ここでは詳しく語りませんが、オプション取引を織り交ぜることで様々な形の戦略が組めるようになりますので、オプション取引の活用によって多様性を持たせることができるようになります。そして7つ目は事業投資です。これは自分のビジネスを持って自社株を持つということです。一般的に投資先に口を出してコントロールすることは大
豪華分主でない限りできないので、個人投資家にはそんな機会はないはずですが、自分がオーナーとしての自社株の事業についてはある程度自分自身でコントロールができるので、株主でもあり経営者でもあるという立場なので、これも通常の金融投資にはない多様性を持たせることができる魅力的な選択肢の一つになりますね。そして8つ目はアンティークコインです。これは先ほど解説した貴金属に近いカテゴリーですね。アンティークという名の通り100年以上前の希少性の高いコインの総称なのですが、先ほどの貴金属以上に需給という観点からは現存するものしか存在しませんので、需給のバランスとしては供給が不足している状態になりやすく、価格が上がりやすい環境にあるので投資対象として悪くないということになるわけですね。いやけどアンティークコインって言われても想像つかないし、私には関係ないなと感じる人が多いとは思いますが、投資としての歴史もあって資産を守るという観点では確立されている投資手法の一つではあるわけなんですね。そして9つ目は骨董品です。これは絵画などの芸術作品全般ですね。これもイメージが湧かない人が多いと思いますが、オークションなどで落札したり、美術品を取り扱う店頭で買うなど馴染みもなくハードルも高い気がしますが、美術品に手軽に投資をするアートファンドもあったりします。いずれにしても投資というよりは趣味嗜好の領域ですので、少し敷居が高いのは事実ですが、目利きができる人であれば需要の希少性で言えばオンリーワンの世界なので、魅力的な投資対象になってくれる可能性もあるということですね。ただ私自身でも経験したことがない領域なので、何とも言えないというところが正直なところですね。少なくとも私には芸術品の目利き力は全くありません。そして最後が暗号資産です。こちらは盛り上がっていますよね。投資をしているという人も多いんじゃないでしょうか。ここ数年の値上がりはもちろん、暗号資産を預けることで不労収益を得る仕組みもありますし、 NFT ノンファンジブルトークンのようなデジタルの権利を暗号資産でやり取りする取引も増えてきました。ですので暗号資産そのものが価値になるというよりは、ブロックチェーンの技術の応用によって実生活の中で使われる機会が多くなってくると、暗号資産そのものも実需という関係性から見て投資対象として魅力的になってくるのかなと感じています。ここまで10個多様性を持たせる資産の選択肢について簡単に説明しましたが、いやそんなにいろいろ言われても何やっていいかわからないし、あれもこれも投資する原資がそもそもないんだけどという人に向けて、資産に多様性を持たせる手順について最後に解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、将来お金で不安を感じたくない、今よりも経済的に豊かな暮らしをしたいという気持ちがある人はぜひ概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、具体的なダイバーシティ戦略の実行方法ですが、解説の前に一つお伝えさせてください。ダイバーシティという切り口で動画を話し始めたので、ダイバーシティ戦略なんてかっこいいこと言っていますが、何かそう言われている投資手法があるわけではないですし、実態としてはしっかり資産別に多様性を持たせようということをお伝えしたかっただけです。ですので何か裏技的な画期的な戦略を期待していたらごめんなさい。ということで、資産別に多様性を持たせる方法は次の3ステップです。一つはまずはある程度絞って資産形成すること。最初は誰もが元手がありませんので、投資対象は集中せざるを得ません。メジャーなのは株式になりますが、株式は正解というわけではありません。不動産に集中している人もいますし、やり方は人それぞれです。ただまあ私だったら株式からスタートするのが無難かなと感じます。ただ資産を集中させているので、その資産の中ではしっかりと多様性を持たせて投資をして、致命傷を負わないようにしておくことは徹底してください。二つ目のステップは、資産形成ができたら相関性を考えて資産対象を検討します。
いや、どれぐらいの金額が資産形成できたらなの？という疑問があるかもしれませんが、私の個人的な感覚としては3000万円ぐらいでしょうかね。もちろんこの感覚も感覚値なので正解はないですし、人それぞれ目線は違うはずです。ただ私だったら株から始めて金融資産が3000万円を超えたら、金融資産と相関性が低い不動産や事業投資、このあたりから始めますかね。この相関性というのは、片方が上がればもう片方も上がって、逆に片方が下がればもう片方も下がるという度合いのことで、一緒の方向に上下するものが相関性が高いとなり、関係のない動きをするものが相関性が低いということになります。ですので、メインに投資をしている株の値動きと相関性が一般的に低いと言われている不動産、そして金融投資とは直接の関係がない事業投資、このあたりが王道なのかなと感じています。3つ目は、経験をして向き不向きを見定めて取捨選択していくことです。これはとりあえずやってみる、小さくポジションを取ってみる、そして自分の生活やライフサイクルに合っているかどうかを見極めて、相性がいいものだけをチョイスしていく、この繰り返しをして投資対象に多様性を持たせていく、これしかありません。ただ今この動画を見ている人のほとんどの方が、ステップ1のまずは投資対象を集中して資産形成だとは思いますので、まずは今できるところに集中をして、しっかり資産形成をしていきましょう。ですが、投資はどうしても先が長い戦いであり、中長期の道筋がないと継続しづらい部分は正直ありますので、いくらまで資産形成して次の投資資産はこれかなとイメージしてもらえると、モチベーションもできていいんじゃないかと思います。長期戦頑張っていきましょう。では最後に、大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。講師を両立するダイバーシティ戦略という内容でやってきました。人間社会にも企業文化にもダイバーシティが不可欠なように、投資戦略にもダイバーシティ多様性は必要不可欠です。これは自然の法則でもあり、メジャーな分散投資も多様性を持たせた投資手法です。そんな多様性を資産種別でも考える必要があり、主な資産は現預金、株式、債券、貴金属、不動産、オプション、事業投資、アンティークコイン、骨董品、暗号資産、この10個です。そして資産別に多様性を持たせる方法は次の3ステップで、ステップ1はまずはある程度絞って資産形成する、ステップ2は資産形成ができたら相関性を考えて資産対象を検討する、3ステップ目は経験をして向き不向きを見定めて取捨選択していく。ただほとんどの人がステップ1の資産形成だと思いますが、その場合はステップ1の目標資産額と次の投資対象をイメージしてもらって、長期投資をしっかり継続し続けていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間を発掘していきましょう。耳だけで学べる聞くお金と時間の学校 in ボイシー、音声だけで学べるお金の知識、ながら作業のインプットに最適、概要欄からぜひボイシーの登録お願いします。